MHF チャンネルチクチク。はい、今日はありがとうございます。一般社団法人日本 DJ 協会の代表理事をやっている橋本達志と申します。よろしくお願いします。こんな機会を設けていただきました。ありがとうございます。ありがとうございます、はい、もう話題の DJ 検定なんですが、はい、なぜまあこういうものを立ち上げたのかというか、はい、まあ、なぜこういうものが存在しているかというのを、はい、ぜひ教えていただけるとありがたい感じでございます。はい、まあ本当に DJ って皆さんね知ってる方も多いと思うんですけども、まあ、実際に何やってるっていうのは意外に知らない人が多かったりするっていうかですね、あの DJ のことをより知ってもらいたいなっていう思いがまず1点なんですけれども、あとプラス DJ に興味持ってもらって、まあ、この日本にですねもう100万人 DJ が増えるといいなというそんな僕らですね大それた計画を立ててですねこの DJ 検定を始めてみたんですね。なんと受験料は無料でございます。はい、素晴らしい。呼吸まで今無料っていうことなんですか。はい、はい、突っ込みましたねそこね。いいラファエルさんももうこっちの方に今出てますけど、はい、DJ 検定はい取っていただいちゃったんですよね。というかラファエルさん最近あの DJ に非常に興味があるみたいで、機材も一式揃えてですね、しかもご自身でもなんていうんですかダンスミュージックも作曲もなさってるというですね、かなり熱が本気で入ってる感じなんですね。僕実際ちょっとお会いしてあのいろいろと話もさせていただきました。やっぱりそのラファエルさんがやりたくなるようなその DJ の魅力としては、うん、まあ、あの今見られている方っていうのはやっぱうちのチャンネル DJ の方も多いので、もう DJ の魅力が分かってるっていう人も多いとは思いますけど、そうですね、やっぱり改めて DJ の魅力について、はい、また教えていただけると、はい、はい、まあ、あのラファエルさんが始めたっていうのもねすごくビッグニュースなんですけども、あの、まあ、日本ではねまだこの DJ っていう職業っていうか、まあ、あんまりそんなにこうピンとこないかなとは思うんですけども、海外だと本当にですねスポーツ選手と並ぶぐらいもうすごい高額収入を得てるですね職業の一つなんですね。もう何億も稼いでる人がもう普通にいるということで、なんで、まあ、YouTuber になりたいと同じぐらい DJ やりたいってい こう子供たちが増えてるっていうのがこれもう世界基準になってるんですね。なんで多分ラファエルさんもそこに目をつけてよし DJ でやるぞというところで来たんじゃないかなと思ってるんですよね。で、まあ、何が一番いいかっていうと、その、まあ、楽器みたいに例えばギターだったらコードがね分かんないと弾けない、ピアノもそうですけど楽譜が読めないとなかなかこう弾けないみたいなのにあと違って、 DJ ってまあ機材買って、まあ、ある程度ちょっと練習していけばなんとなくね、こうやれるっていうところは非常に手軽でいい、まあ、楽器というわけでもないですけど、あの音楽を、音楽をやるツールなのかなと僕は思うんですよね。世界はもうものすごく夢のある仕事ということで認知されてますけど、うん、まあ、ちょっと今日本では過小評価されてると、はい、まあ、ラファエルさんが選んでる人としてはまあ世界規模で、そうですね、活躍できる手段として、はい、で、まあ、楽しいっていうことももちろんあって設定されたとは思うんですけど、はい、そこを具体化する策として、DJ 検定があり DJ 協会っていうことになるんでしょうかね。そうですね、なんかまあ本当にあの DJ を知らない、まずね機材を買うとか、まあ、そんなところまで行かない子でも DJ ってどういうものなのかなっていうのを知るきっかけとして、まあ、本当に手軽に5級を受けてちょっと取ってみる。で、まあ、それで5級の目標としては DJ 知ってもらって、なんとなく今インターネットでねいろいろ調べると DJ って何なのかとか、まあ、その答えもあのいろいろ載ってるんでそんなに難しい問題じゃないんで、まあ、ちょっと DJ の知識を得てもらうっていうのが目標ではあるんですよね。でやっぱり DJ 本当に楽しいですよね純粋に、まあ、もちろんさっき言った職業的にっていうのもあるけれども、まあ、まあクラブディスコとかね皆さんちょっと想像するのはああいうところでみんな踊ってるっていうのがなんか DJ の活躍の場っていうイメージだと思うんですけども、本当になんかこうホームパーティーとか、まあ、最近こうねちょっとなんか多いじゃないですか、そういうみんな誕生会とかもね個人的にやられる方も多いんで、もう楽しい気の合う仲間たちの集まって楽しむっていうのに DJ を使うっていうのもありだなと僕は思ってるんで、もう本当にクラブディスコ以外の部分でも DJ っていろんな、なんだろうやれる場所ってあるんじゃないかなと思ってます。ありがとうございます。 DJ 検定としては今募集が無料っていうことで、はい、今後の展開
そうですね、はい、まあ、DJ って始めてみて、まあ、こうやっていくとなかなか目標って立てにくいなと思うんですよね。そういう中で、まあ、5級まずあって、その上に4級、3級、2級、1級というふうに僕らちょっと作っていこうと思っていて、まあ、1級を取ると、まあ、DJ 協会が認定の講師とか先生になれるみたいなこともちょっと考えていて、まあ、あとやっぱり資格としてね、ちゃんとこうもう表記できるようなもの、まあ、履歴書とかに書くとか、まあ、ある、まあ、そういう大きな企業さんの中でも、ね、もう今 DJ 部があったりとかするとこもあるそうなんで、まあ、DJ があるきっかけでなんかこう就職の有利に働くなんていうふうになったらいいなというふうに思ってますね。職業としてサポーターのチームを築けるような、はい、ライセンスっていうところと、はい、まあ、就職で、うん、やっぱ分かってもらえるような、はい、そういうものになるように価値を築き上げていくっていう、そうですね、ことをやられているっていうことですよね。はい、はい、まあ、でもやっぱり僕も実際5級受けて、自分で取ってですね、その送られてくる証書を見た時にやっぱ嬉しかったですね、単純にね。そういうなんか楽しみの一つとしても あると思うんで、ぜひ皆さん気軽に受けていただけたらなと思ってます。ありがとうございます。まあ、当社もこの DJ の夢と希望のために今後ともうちができる協力は最大限させていただきたいと思います。はい。だから本当ね、DJ のこと知らない人にぜひね、チャレンジしていただきたいなと思ってるんで、まあ、この動画見て、へーっと思ってなんかちょっと、ね、気になるなっていう方は、ぜひですね、DJ 協会の方にですね、アクセスしていただいて、LINE アットがあるんでね、こちらに一応登録してもらえると、いろんな情報がゲットできると思います。ありがとうございます。あとですね、こちら一応前編として、はい、考えてはいるんですけど、重大発表があるということで、それもあってまた次回に。そうですね。はい。ほんまいいんですか、また。ということで。じゃあぜひちょっとね。はい。この次回のニュースを知りたい方は、ぜひチャンネル登録よろしくお願いいたします。はい。で、この、DJ の試み、DJ 検定、みんなで DJ で幸せになって、いい時代を築いてあげていきたいと思っていただける方は、ぜひいいねボタン。よろしくお願いいたします。はい、本当にですね、なんか検定っていうのはね、すごいなんか難しそうなイメージがあると思うんですけど、もう決して難しくないんで、お待ちしております。ぜひぜひ。じゃあそれではありがとうございます。ありがとうございます。超絶お買い得になっております。ぜひご検討お願いいたします。下記のアドレスよりご注文いただきます。よろしくお願いいたします。